27歳男です。交際4ヶ月の彼女がいるんですが、彼女は喫煙者です。彼女は私がタバコが苦手ということを知っており、付き合ったら辞める、4月に辞める、ゴールデンウィークに辞めて、結局辞めれてない状態です。彼女は私には辞めたと言い、バレてないと思って喫煙しています。嘘をついてまでタバコを吸う心理がわかりません。このように嘘をつくのは性質が低いため、結婚相手に向いていないでしょうかということなんですが、と伝えてください、まずは。喫煙辞めてくれなかったらもう別れようと。こういう問題ってこれからも起きるし、俺は一緒に長く一緒にいたいというふうに思ってるんだと。子供ができるとか、やっぱ老化の原因になるし、健康にも良くないし、自分の大好きな人に健康でいてほしいから辞めてほしいって。俺も協力できることあるっていう風に言ってるのに、ずっとずっとやめたやめたって言ってるけど、実際知ってるのは匂いかけばわかるし、そういう感じだったら多分これから先他のこともうまくいかないだろうから、だったらお互いね、違う人生を歩んだ方がいいだろうから、もう今日やめないんだったら、今日今この瞬間からタバコグッズ全部捨てて、タバコもあげるとかにして、もう全部ね、ゴミ箱に自分の手で捨てるんですよ。そういうことをしないんだったらもう別れよっていうのがいいと思います。はい。それぐらい言ってあげないと。だって、タバコって本当に死にますからね。タバコがストレスに帰って良くないからっていう人います。あれ嘘ですからね。タバコって吸ってても吸わなくてもストレスかかるんですよ。だから同じなんで、タバコを吸ったらタバコを吸ったことによるストレスが、タバコを吸わないとタバコを吸わないことによるストレスが起きるだけなんで、だったら健康ダメージを考えたら、どうせストレス受けるんだったら吸わない方がはるかにいいので、言ったらストレートに、僕もどんな美女でもタバコを吸う女だけは無理。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと、僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もお忘れなく。それではバイバイ。